皆さんこんにちは。千葉県のプレイズレポーター、純福音成田教会牧師の瀬野美月です。今回は先日行われました市民クリスマスイン千葉のレポートをいたします。2013年12月7日土曜日午後2時から JR 千葉駅徒歩5分にあります京葉銀行文化プラザで行われました。今年の音楽ゲストは海外でも高い評価を得ていますクリスチャンであるアコーディオン奏者檜山学さんを迎え、素晴らしい演奏と少年時代暴走族であったところから教会に行きクリスチャンになった証は参加者に感動を与えました。ピアノ伴奏はユーオーディアのメンバーでもある吉田まどかさん。吉田さんは千葉市出身ということで、参加者は親しみを感じていました。市民クリスマスイン千葉は千葉市牧師会が受け皿となり、地元の100を超えるキリスト教会の協力を得て開催されている歴史を持つイベントです。事務局を千葉 YMCA に置き、プロテスタント教会とカトリック教会がキリストにある一致をもって行われているエキュメニカル運動でもあります。また信徒運動の一つとして、実行委員には教職ではない信徒の人たちも多く参加しています。クリスチャンにはクリスマスの恵みをさらに、そしてノンクリスチャンの方々にはクリスマスの本当の意味を伝える集会として、毎年500名近い方々が集い、このイベントを支えてくださっています。千葉市は牧師会をはじめ教会間の交流も多く、市民クリスマスイン千葉をはじめ日頃の教会での聖歌隊の賛美の発表の場となる教会音楽祭を開催、また祈る信徒の集まりである朝祷会が毎月開催されるなど、教職者間の交流はもちろん、信徒間の交流も盛んです。市民クリスマスイン千葉はお互いの教会の情報交換の場ともなり、お互いの教会の必要を覚えて祈る集まりともなっています。ただ委員をはじめ参加者も高齢化が進み、その配慮とともに新しい世代の積極的参加が求められています。今後若い世代への伝道が課題となっている日本の教会ですが、このような歴史のある小教派の働きにも同じ課題が突きつけられています。来年も12月の第1土曜日に開催される予定です。近隣の方々はぜひご参加ください。以上、千葉県から瀬野美月がレポートしました。